waiting for. It is the 100 meter race finals. 2012 London Olympics 100 meter semifinals. 2015 April World Championship semifinals. Representing Cameron Hyman. Third of the 2016 Olympics.
And in lane six, two. And in lane seven, Hyman. And in lane eight, Bosetto. Ladies and gentlemen, this is the men's 100 meter それでは見事男子 100m を制しましたジャスティン・ガトリン選手です。おめでとうございます。Thank you so much. I'm glad to be back here. Kawasaki is a lovely place to come to. The fans are always great. And I'm glad to open up my season here with a good time. 川崎に、いらっしゃるですね、素晴らしいファンの前で、またレースに戻ってこれて大変嬉しく思っています。こういった形でシーズンを始められて大変光栄です。今日は向かい風 1.2 メートルというコンディションでした。その中での走りはどうでした？It was a tough win, but the competition was even tougher. Going against some of the future stars of Japan, you know, they put together a great race, and they're going to be formidable opponents in the future. はい、風もですね、すごかったんですけども、何よりもすごかったのは、競争相手でした。日本の未来の、スターになる選手とですね、一緒にやって、彼の方が素晴らしいレースをですね、一緒に展開してくれました。横を走りましたケンブリッジアスカ選手とはもう最後の最後までどちらが勝つか分からないという展開でした。
どういう形で走りました？You know, I just worked on, you know, I've been a little bit injured, so I haven't been really able to train hard as I want to, but I've been working on my finish, and I think that it helped out today. 怪我がありまして、少しトレーニングが満足にできないところありましたけれども、フィニッシュにきちんとフォーカスしてレースはできたと思います。ありがとうございました。見事に100メートル優勝しましたジャスティン・ガトリン選手でした。続いて2位に入りましたケンブリッジ飛鳥選手です。お疲れ様です。ありがとうございます。ガトリン選手と最後の最後までわからないデッドヒートでした。走っていてどうでしたか？そうですね、ちょっといけるかなと思った瞬間に力が入ってしまったかなと思ったので、そこはちょっと残念なところだったかなと思います。今後夏に世界陸上もあります。その時にはまた再戦という可能性もあります。今度はどういう走りを強豪相手に見せていきたいと思いますか？そうですね、まあ、まだ僕の場合は標準は切ってないんですけど、次のレースで絶対切りたいと思っているので、まずロンドン出れるようにしっかり準備したいと思います。今後標準記録10秒12、ここを目指していくことになりますが、ご自身の調子、あとは風との相性もあると思いますが、どうですか？そうですね、今日はちょっと風は残念なことになりましたけど、ずっとそうは言ってられないので、向かい風でも問題なく標準を切れるぐらいの力はつけたいなと思ってます。ありがとうございました。見事2位に入りましたケンブリッジ飛鳥選手でした。